や、いいですか、スタートしますよ。はい、位置についてあ、位置につく必要はない。位置についてる、ついてるわ、ついてるんだ別に。スタート今日はゼロ回、初のゼロ回最終日にね、いや、これすごいですよ、目指しますから、噛まないように読んでいきます。はい、ラジオネームは、いや、遅い遅い遅い、不自然不自然、安全運転すぎ安全運転すぎて危ないパターン、高速道路を40キロで走ってるみたいな状態です。下手くそ、いやいやいや、飛ばすね。ミジェ君、このペースでね、来られたらちょっと僕らも毎回ストップしないといけないので、そうそうそう、絞ってもらいますね。あ、 OK です、お願いしますね、決め玉だから。 OK です。決め玉がね、全球スライダーってことはないんだよ。じゃあ行きますよ。ラジオネームはバックフリッパーさん、岩見沢から44歳の親父です。こんばんは、ナイトレードの皆さん。こんばんは。最終回、残念ながら職場の飲み会が入って聞けません。まさにこれがストレス。しょうがないので、スマホとボイスレコーダーつなげてこっそり録音しようと思っています。このストレスは自分で解決します。本題に入ります。せっかく木曜日の夜を、楽しみを見つけた矢先に、ストレス球体番組終了。非常に残念で仕方ありません。今それが最大のストレスです。今日はこの番組が終わるストレスっていうのが一番多いのではないでしょうか。あ、メールですね、この解決策は、内来の皆さんがどんな形でもいいから、またどこかで、ラジオ番組を持つこと、これしかないです、僕はこの番組のリスナー歴2ヶ月ですが、毎週この1時間はあっという間に過ぎて、決してメジャーではない番組だけど、仕事の疲れを癒してくれて、そして元気をもらって、本当に本当に有意義で楽しくてホッとする時間でした、この番組のリスナーはみんな同じような気持ちじゃないかな。絶対またラジオ番組やってね、みんな待ってるよ。やば、嬉しい、嬉しいね。おいおい、ヒラの泣くな。いや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 、盛るな盛るな。いや、嬉しいよ、嬉しいですね。これちょっとなんかやっててよかったと思いますね。そうですね、やっぱね、たった1時間されど1時間ですよ、本当にね、この1時間に僕ら全力投球してきましたけど、はいはい、そのなんか少しでも気持ちが伝わったんだったらやっててよかったなと思います。続きまして、本日もメールいただきました。ラジオネームはコンプレックスさんです。久々のメールどうもありがとう。それじゃあ早速読みます。自分の全てが嫌いなんだ。こうして吸って吐く空気でさえもこんなに無理して生きなきゃならない。その理由を聞かせてよ。ありがとう、確かにその気持ちわかるよ。人の目が怖すぎて不安で苦しいんだ。下手なこと言わないでおくよ。慰めてわけじゃない。ただ一つ大きな声で言える。君はそれで素晴らしいんだよ。先日は返事どうもありがとう。少し楽になった気がします。だけどわがまま言わせてもらうなら。話し訳を聞かせてよ。君には愛してる人が必ずいるはず。パーツじゃなく選択じゃなく存在を愛してるはず。君もそう、自分の嫌いなところそれも踏まえて愛されている理由はあってないようなものだから、君はそれで素晴らしいんだよ。
なんてない、辛くたって苦しかったってなら途中で人生をやめようか、そんなものは選択肢とは言えない、君がいて僕がいて君が生きて僕が生きる、君もそう、そうやって作られた、君はそれで素晴らしいんだよ、君はそれで素晴らしいんだよ。